江浦横穴群は、静岡県沼津市港の裏にある、横穴母群である。江浦は、江の裏、甲の裏とも表記される。1977年3月に、静岡県指定史跡に指定された。静岡県沼津市港の裏から多岐に広がる、横穴群を、江浦横穴群という。江浦横穴群は、駿河湾沿岸地域の基盤層である業界岩を、掘削し、築造されている。 これらは4地区に区分され、A 地区で74基、B 地区で2基、C 地区で14基、D 地区で2基、総数92基が確認されている。横穴群の東方150メートル、標高100メートルの丘陵の上には、昭円墳群が存在し、近い場所に母性の異なる古墳を見ることができる。いずれも7世紀末から8世紀前半の遺跡と考えられている。 横穴に埋葬された被葬者と荘園墳に、埋葬された被葬者の社会的地位の差、横穴群と荘園墳を築いた集団の違い、集落との関係は不明である。仮の川流域には、横穴群と高塚に築造された群集墳が存在するが、横穴群を築いた集団は異住民であり、古墳群を築いた従来の住民とは異なるという考察がある。年代、 沼津市周辺の開発が進み、河野浦地区でも農道新設の計画がされた。横穴を犠牲にしないようにという地元、ス津考高校学会の意見もあったが、当時、江浦横穴群の正確な位置がわからなかったため、分布測量調査を1974年度事業として計画した。実際には、頻発する埋蔵文化財調査により遅れ、 1975年3月1日から4月13日の1ヶ月半の期間で調査を行った。測量は平板測量で実施したが、産地の勾配がきつく、東高線測量と現在開港している肉眼で確認できるものの位置、関係把握を基礎調査とすることにした。横穴群全体の把握は今後の計画としている。正式に、 静岡県指定史跡とされている横穴は A 地区の74基である。下記は A 地区、B 地区、C 地区の横穴の例である。A 地区、B 地区、C 地区、D 地区、江浦横穴群からは、有害高月、平平、二月、長形瓶などの水液の一部が異物として採集されている。この他に、鉄頭片や人骨が検出されたと伝えられるが、詳細は不明である。 所在地現地情報周辺、ありがとうございます。